こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。英国空母クイーン・エリザベスが本格運用を開始している中、F-35B ステルス戦闘機の満載は圧巻とも言える。護衛艦出雲も。また、改修工事で、艦首を四角に変更している形状を見ると、米国強襲揚陸艦を重ねてみてしまいますね。出雲、夜加の本格空母導入により、日本もまた F-35B ステルス戦闘機の、装備によって、偵察任務や隠密作戦など多岐にわたって使用できる機体と、空母が配備されます。日本が空母を所有するのは、大規模 F-35B 戦闘機の登場に間違いない。この F-35B 戦闘機がなければ、未だオスプレイを艦載するだけの、空母にとどまっていたに違いない。では今回は出雲、夜加の改修工事計画を詳しく話していきますね。なんと加賀の方が先に完成する。すでに5年に一度の定期点検のため、横浜市磯子区にあるジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場のドックに係留されている護衛艦出雲だが、2020年9月30日に改修内容が示された。これによれば、防衛省は護衛艦出雲加賀のいわゆる航空母艦化、つまり F-35B ライトニング2戦闘機の艦載機化を推進するにあたり、艦首形状を改めることを今回正式に発表した。2021年度の予算上には、この改修費用である231億円が含まれており、これまで報じられてきた護衛艦出雲の飛行甲板の耐熱処理の31億円の改修費を大幅に上回るものとなっている。これは現在艦首に向かって細くなっている飛行甲板の先端部分を拡張し、アメリカの強襲揚陸艦に多く見られるような直角の形状に変更するための大掛かりな改修工事が行われるためだ。飛行甲板を拡張させる目的は、先図艦載機となる F-35B ライトニング2戦闘機の滑走距離を十二分に確保することと、次に飛行甲板上への航空機の駐機スペースの増加の2点が想定されている。短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35B ライトニング2戦闘機であれば、こうした艦首形状の変更を実施しない状態でも運用自体は可能と思われるが、離陸時の機体の重量や燃費の面から判断された結果だろう。航空母艦としてだけの専用の運用であれば、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級などと同様に、艦首にスキージャンプ式の設備を設ければ、なお艦載機、運用には適していることは間違いない。しかし、日本の護衛艦、出雲、加賀の場合、常時 F-35B ライトニング2戦闘機を艦載機とした航空母艦運用ではなく、これまで同様の対潜哨戒任務なども考慮しなければならないという制約がある。
この目的のために護衛艦、出雲、加賀の艦首底部には、対潜哨戒用のソナーを搭載しており、これにプラスして、スキージャンプ台を設けることは、船体の重量配分的に困難だと考えられる。なお、今回明らかとなった艦首形状の変更は、出雲が2024年度の末の実施となり、従来は一度の改修工事をまとめて行う加賀の方が先に終了するとめされてきたが、再度逆転する模様だ。よし、ちなみに令和元年版の防衛白書では護衛艦出雲加賀の改修について、どこの国家の名指しは避けながらも、近年南西諸島やそれを越えて太平洋方面に進出する軍用機の増加を危惧している。ここでは日本の防衛を高性能な戦闘機を用いて優位を保つことが謳われ、さらに陸上滑走路が狭い国土内で限定されることの危険性を訴え、これらに対処する手段として出雲、加賀の航空母艦化を位置づけている。ことに太平洋方面においては、現状使用可能な陸上滑走路は硫黄島にしかないと具体例を挙げ、こうした地域の防空に出雲、加賀とその艦載機 F-35B ライトニング2戦闘機の活用を表明している。防衛白書は日本政府の公式な見解であるため、護衛艦出雲、加賀の航空母艦化を自衛のために最低限度必要だと表現しているが、こうした政治的配慮をせざる得ない状況に苦心の跡が見えるようだ。仮に出雲、加賀の航空母艦化改修が無事に進み、 F-35B ライトニング2戦闘機の艦載機化も予定の2026年以降に実現したとしても、搭載機数は10機前後であり、攻撃力は甚だ限定的だろう。しかし、おおよそ左側に向いたマスコミの論調は、航空母艦イコール攻撃兵器であり、具体的な議論もなく、政府がなし崩し的に軍備拡張を進めているかのような言説が多数見受けられる。確かに、イージス・アショアの中止など政府がこれまで進めてきた防衛計画にも問題はあろうが、単に政治的に現政権を攻撃することを目的にいたずらに批判するのではなく、代替案の提示が不可欠と思われる。アゼルバイジャンとアルメニアの小国同士ですら勝てると考えた側によって、いとも簡単に大規模な戦闘に発展する現実が世界にはまだまだ存在している。むしろアメリカと中国の対立が激化していることで、アジアを取り巻く危険性は、北朝鮮が弾道ミサイルを発射する以上に近年になく高まっていると見る方が妥当ではないかと改めて感じる。アメリカがロシアとの条約で中距離ミサイルの開発を中断している間に、中国は日本を攻撃可能なそれらの兵器の配備を増強し続けており、
一度有事となれば、陸上滑走路の基地は封じられる可能性が高い。そうした点を考慮すれば、今なお、戦闘機においては、第5世代機の配備が進んでいない中国に先んじて、F-35B ライトニングに戦闘機を一日も早く戦力化しておくべきだと感じてならない。航空母艦そのものが発達してきたミサイル兵器の前に、かつてほどの有用性をなくしているとの指摘はあるが、さらに護衛艦、出雲、加賀をベースに移動滑走路となる大型艦を建造すべきだろう。